こんばんは。明るいですね。はい、さあ、今日もですね、最近の、気になるキーワードをですね、探っていく今週の重要語、これから行ってみましょう。行きましょうか。何やってんすか。なんかやってますよ。あ、いいってやったんです、うん、だいぶほら仲間意識がある。あ、仲間意識、うん、彼氏のそのうち彼氏の取り合いとか泥沼になって戦争になる。ちょっと怖い話にしてくれ。今週の重要語、重要語いきますよ。はい、よっしゃ。土屋義彦、土屋正美とかいますもんね。一風堂、一風堂ですよね。土屋正美、土屋正美の息子ですかね。いや、違うじゃ。だって今土屋正美さんがそんなにこう社会で話題になってますか。ビジュアル、初のビジュアル系というか。ああ、日本初の、日本初のビジュアル。ああ、ちょっとヒント出てみましょう。ヒント、あ、この人だ。この人だって。ちょっと待ってくれ、これヒントになんないじゃん。その人の名前が出て、その人の顔が出て。いいからね。でもなんか、いや、なんでだよ。嘘さん、なんですか。知事さんとかって感じしません？なんか選挙ポスターみたいな。土屋義彦、土屋義彦でございます。よろしくお願いいたします。そういう感じだよ、うん、なんかやっぱそうだね、なんか政治家さん多いよね。偉い人だろう、ね、偉い、うん、いやいや、係長レベルだよ。どうすんだよ、万年平社員みたいな感じ。そういうことじゃない。俺は多分偉い人と思うよ。だって眉毛がほとんどないですよ。関係ない。それは村山さん眉毛いっぱいあった、すり減っちゃってるんですか。どうだろう。じゃあ正解言ってますかね。正解は何でしょう。分かりませんね、はい、全く。6年連続豊かさが最下位の埼玉県知事。あ、埼玉県知事さん。そうなんだ。そう、でも知事下がってますね。ね、これでもすごい怒ったんですよね。怒ってたんです。辛いですよ、これは。あ、ここ出てますね。豊かさ低ランク。これ埼玉ですから。あなたね。あなた埼玉出身ですからね。嫌だ、やっぱり埼玉ビリ。豊かさ、確かに。でも豊かじゃないですよ。認めちゃってんじゃない。私はだって出身、新田恵里ちゃんと同じとこなんです。あ、そうなんですか。上福岡っていうね、当時おにゃんこの時に付き合ってる男の子がね、福岡高校にいたんですよ。知らないで、それも今だからいたんですけど、当時はね、ラグビー部のね、男の子で、私知り合いですから。ホント。で、あのプライベート写真とか見せてもらったことあるんですよ。似てるぞ。すごいですよ。すごいいいことだよな。今朝まで一緒にいたんだぜなんて言われて、嘘。いけ、いや、それ豊かだよ。そんなこと言っちゃ悪いじゃない。いやいや、でもそうだ、今だから言え。今だからね。今ちゃんと結婚してね、幸せになってるから余計言っちゃいけないです。いやいや、ちなみにナムさんは千葉ですね。僕は千葉です。あ、千葉は、千葉はどうなんですか。何なんだろうね。千葉も悪そうですね。どうなんだろうね。千葉は豊かですよ。千葉と埼玉って言ったら競い合ってたじゃないですか。だって千葉はもうお米は取れるしね。成田空港はありますし、アクアラインでも。アクアラインはどうなんだろうな。川崎と近くなりましたし。千葉41。いや、それ結構低いよ。低いです。あなたどこです。私は東京ですけど。東京はね、いいんですよ、意外と。あ、そうなんですか。ベスト10に入ってる。俺はそうでしょ。東京は豊かでしょ。いや、ただね、分かんないな。東京と埼玉、千葉、神奈川ってそんな変わんねえだろ。いや、全然違います。やっぱり僕、東京出てきた時びっくりしたもんな。最近の気になる話題にスポットを当てるニュースザトップ。今夜は日本の音楽マーケットに注目してみました。超人気アイドルグループスピードのセカンドアルバムが300万枚突破という記録。かつては100万枚を超えればメガトン級の大ヒットと言われたレコード業界。しかしカラオケブームの影響か、90年代に入ってからはミリオンセラーが当たり前のように続出。データを見てみると、ミリオンセラー曲の実に8割に当たる149曲が90年以降のものなのだ。そして昨年までに日本国内で発売された CD の枚数はなんと33億4000万枚、国民1人当たりの購入枚数にして 25.7 枚。ちなみにこの CD を全部積み重ねると、なんと爆笑問題の小さい方田中裕二260万4126人分。しかし
売れるにしても程がある。不況日本 CD だけそんなに売れてどうすんだ。どうする、どうなる日本の CD。 何人分ついてました。いやもう260万人とかなんか。あそれは別に俺じゃなくてもそう変わらない。なんで俺じゃなきゃいけない。しかも爆笑問題の小さい方。小さい。まあまあとにかくチビマルコっつってね、チビで切って俺を見るの、チビマルオなんつって、お城さん、お城さんなんかハマってる、おにゃんこ笑わしたぜみたいな、なんでそんなハマって、今回はチビマルオっつって、チビマルオすいません、ね、チビマルオ、チビマルオ、マルオちゃん、マルオちゃん、マルオちゃんです、マルオちゃんです、アムロちゃんとかね、ミスチルがやっぱ強いですよ、2曲ミスチルは名もなき歌で売れてんですから、そうですよ、タイトルなんですよ、あ、そうか、ね、名もなき歌ってあったね、チャゲアスが2曲でしょ、チャゲアスは何ですか、やー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 って、戦いに行くこれ、これ全部ドラマの主題歌じゃないですか、そうか、ラブラブラブもそう、ラブ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 ストーリーは突然にもはや日本人じゃねえだろ、ベスト3、ベスト3、分かります、何でしょう、ビーズは入ってるんじゃない、分かんないけど、ビーズ、ビーズ、ビーズもね、すごいですよね、俺はね、美空ひばりさんの川の流れのように、あれはどうでしょう、あれだって入ってこないのかね、どうなんだろう、じゃあ日本だったら、だって坂本九ちゃんの上を向いて歩こうなんですが、どうですか、あれ外国で魅了するでしょ、すき焼きソングでね、すき焼きソング、第3位、米米クラブ、君がいるだけ、2時間に、例えば君がいるだけでもの、ああそうか、そうです、第2位、はい、こういうのは爆笑娘の方が強いんじゃないですか、爆笑娘は、あと何ヒットした、グレーかな、分かんない、 あれはどうでしょうかね、坂本九さんのあの上を向いて歩くあれは外国でも魅了、同じこと言うよ、すき焼きで、そう、同じ子、おでかい先に言ったの、2位、あなただけですよ、あ女の道、右足、ピンから取るよ、ほら、はい、ほら、そしたらやっぱり、さね、そしたら1位は美空ひばりだよ、まあ、立ち上がっちゃって、どうしたんですか、立ち上がって、ここで女の道が来たから、なんかやっぱり、あ、これは ね、 そ、 ね、それまで、いや、ちょっと待ってください、え、今日はゲストは誰だと思ってるんですか、ちょっと待って、ちょっと待って、違うと思うよ、いや、そうですね、国章さん呼んどいて、そんな失礼中華、なるほど、お前が一番失礼かもわからない、何ですか、いや、そうですかね、おにゃ、おにゃんこ、まさか、違うよ、セーラー服でしょ、セーラー、それはそうでしょ、でもあの当時はすごかったよ、まあ確かすごい、国民的にみんな歌っていました、そうですよ、ピンクアラトリオ以上のもうね、はい、あの頃ピンクアラトリオを見てもキャーッと言わなかった、言わないよ、は言わない、おにゃんこはもうみんな憧れて、それ女子高生がおにゃんこになりたいって言ったんですから、ピンクアラトリオになりたいって言った女子高生は誰も、泳げたい焼き、そりゃそうだよ、これはね、そりゃそうだよ、知ってる人もね、いると思いますけど、この450万枚っていうのはもうとにかくもう絶対地球が滅びるまで抜けないんじゃないかと、おにゃんこのわけないじゃない、なんでそういうことお前が言ったんじゃない、何ちょっと期待してるんですかしてねえよ別に、でもねこれキャニオンなんですけど、ね、キャニオンのビル建ったんですよね、これでたい焼きビルと言われたんですよね、たい焼きビル、たい焼きビル、たい焼きビル、そうそう、あこれですね、はいはい、これはもう私も持ってましたし、お宅もあったでしょ、ありました、あったでしょ、俺これ買いに行った時とか覚えてるもん、覚えてるよね、ってね、レコード屋さんに行った、これでもだからその志望雅人さん自身は儲かってないよね、儲かって売っちゃったからね、要は印税でね、何枚売るとその分ね、1枚売るといくらっていうのが、普通はね過小印税でね、志望雅人さんこの場合契約した時に、ね、まさかこんな売れると思ってなかったんですよね、だからもうレコードを録音したと、それだけでお金いくらかポンともらっちゃって、ギャラでも一回もらっちゃった、でもかなり稼いでますよね、志望さんは、いやそれはだっていろんなイベントに主題歌とかね、ガッチャマンの歌もそうですから、そうですね、あそうだろ、うん、仮面ライダーはそうですね、仮面ライダーもそうから、セマルショッカー、え、あれ志望雅人と志望ちゃんですよ、あ、そうだろう、そう、同じじゃないですか、毎日毎日と一緒かを見せてね、そう、それはどっちがどっちがすごい得意はい、
い、ね、これが、シングルの歴代ベスト10なんですけども、ちょっと受けても、なんか受けがいいですね。どうなのね、ショッカーとあれね、せなるおー、いいよ、うまい。なんだろう、迫って、こんなに出てる、迫るさっさら、ルーツって迫るんだよね。そう、ほんとチビ丸尾です。もうあんまりなんだな。それはもう忘れちゃったらしいな。早いな、女子高生みたいですね、移り変わり激しくて。こういうものも用意しました。はい、これね、バレンタインデー、これはもう、いやいや、ちょっと見せてくださいよ、これ、ほら。その3人は誰が誰なんですか。これ、あとは雑魚です。そんなことないよ、そういうこと言ってない。みなよちゃんだよ、お前、これ、みなよちゃんですよ。歌詞カードもありますよね。チャラララ、素敵にキス。素敵にキス。お、よく。チャラララ、素顔にキス。で、明日はやっぱりブランクデー。違う、今日もいろんなニュースがありますので、はい、ボードの方を下ろしてみたいと思います。はい、あっ、いや、拍手じゃない、何が拍手だ。全国のニュースをまとめてお送りするニュースザフラッシュ、本当に毎日いろんなことが起こります。まずはこちらです。先月30日、民主党の細川守博元総理が議員辞職届を衆議院議長に提出しました。細川元総理は議員辞職の理由を60歳を区切りにしようと思ってきたと語りました。まあ、あの政治家の人とか、うん、あのまあスポーツ選手とか、うん、いろいろ引退をするときにいろんな名言を残すじゃないですか。ああ、名言ね、はい、過去のいろいろ、はい、引退の名台詞、アラン・ドロン、うん、映画で言いたいことはもう何もない。これから無声映画に出るっつってました。言わなくていいから、言わなくていい、言いたいことはない、言いたいことはない、うん、見せたいものはいっぱいある、見せたいものはいっぱい、俺の顔を見てくれみたいな、アラン・ドロンだぜみたいな、そういうの。でも太陽がいっぱいだっけ、え、こんなすごいかっこいい人がいるの、と思って。ただね、大衆が臭いんですよ。それは言ってましたもん、だって小森のおばちゃまが言ってました。これはね、本当にドロンじゃ臭いの。言ってましたもん、そっとしそうになったっつうんですよ、子供のおばちゃん、死んじゃうかと思ったって。言ってましたよ、言っちゃダメですよ、ね、長嶋さん、長嶋茂雄、これはもう有名ですね、有名です。我が巨人軍は永久に不滅です、永久に不滅です。人類滅亡した後も巨人軍だけ生き残った。それは寂しいですよね。これは寂しい、永久に不滅ですからね、ずっと生き続けるの。ジャイアンツだけは生き残ってるんです。やってんだ、やってんです、人類滅亡した。紅白戦やんだ、紅白戦とか相手チームとかいないのかな。紅白ジャイアンツしかいないんです、とにかく。すごい、でもそれでもいいよな、いいですよ、桑田が投げて高橋が打って松井が守るみたいな、うん、飯はどうすんだこんだけ活躍して食い物どうすんだみたいな世界ですよね。細川さんの、 あのその引退のセリフ、はい、これはですね、あの細川ガラシアっていう、細川けど、まあ、ガラシャでしょ、ガラシア、うん、細川ガラシャ、細川ガラシ ャ、あのカトリックのね、昔のね、散りぬべき時知りてこそ世の中の花は花なれ人も人なれという、はい、何よお前、百人一首だって、百人一首じゃない。岩手県のお米の PR に活躍してきたお米ブラザーズが3月いっぱいで引退しました。この2人、れっきとした県の職員で、解散の理由は2人の人事異動だそうです。これでお米を売り歩いたという、そう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 ですね、ね、うん、はい、おかずシスターズとかがいればうまいね、お米ブラザーズのおかずシスターズ、ね、お見合いとかして、お米ブラザーズ、おかずシスターズって私はあなたのところに添えてください、今夜一品みたいな、そういう、 いいですね、そうそう、そこにお茶ブラザーズって欲張りが入ってきて、欲張り入ったお茶だろ、そうそう、私ラーメンブラザーズどん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 出てきてさ、そういう物語、物語なんだ。お父さんに朗報です、日立電鉄は今月の8日から生ビール電車を週2便運行しています。この列車は料金が3000円で生ビール飲み放題、カラオケも楽しめるそうです。でも他にもいろいろあればいいんじゃないですか、あのワインとか、それこそ今ワインがね、ワイン列車、ワインレッド
ワインレッド似てるだけじゃねえか。ワイン列車とワインレッドが似てるだけ。そうですね。今度ハマっちゃったよ。ワインレッドがハマったよ、この人。ワインレッド感じするでしょ。ね、なんだ。意味もない。意味もないこと言ってますよね。お米ブラザーズ。お米電車、お米ブラザーズがそのあの生ビール電車に乗ってくるわけですよ。お米ブラザーズ、ここだけど生ビール電車だ。どこに行くんだこの電車なんて言うわけですよ。俺たちは麦だ。麦だ、麦って米だって若いからなんてこと言うわけで、リーダーにしか受けないんですよ。秋田県の田沢湖町で伝統的な踊りをコンピューターを使いまして3次元映像として記録しようという試みが始まりました。これまで踊りの記録は口伝いに頼っていましたが、田沢湖町ではこの方法で9月までに15の伝統的な踊りを記録するそうです。我々お笑いだって残しちゃってるじゃん。ツッコミ、ツッコミとかこれ。そうですよ、これこれ全部寸分変わらず、ね、残す。でもそれいいか悪いか分かんないですよ。いや、いいですよ、渡辺さんだって。え、こういうこう、あ、これか。またしたら、そう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 、この全部残さないんですよ。福助の旅、福助の旅、そうそうそう、この動きは全部、この動きはできないです、なかなかね。福助の旅、あ、なかなかできないです。違う、あなた違うんじゃない。違う、違う、ちょっとやってください。リーダー、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 兄貴、福助の旅、福助の旅、そうそうそう、この動きは全部、この動きはできないです、なかなかね。あなた違うんじゃない。違う、違う、ちょっとやってください。リーダー、リーダー、アニキー、ラサニキー、フスケの旅、残るんですよね。そうなんだ、そうだったの。カメラさんにこうパンダウンしてもらって、こういうのですね。あ、そっか、こんな斜めです。あれはだって漫才ブームのもね、申し子ですから、我々はね、大ファンだったんですよ。お前の目がなんか泳いでるな。リーダー、大丈夫か。嘘だなと思った。そんなことないね。もうだって僕ら最初にネタ見せ行った時のあの緊張な。そう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 、僕ら最初にこの人のあのやってるライブにがデビューなんですよ。その時一番最初にあの人前でネタをやったのがあの渡辺さんの前ですから、ネタを見せた。あの時のガチガチの緊張、ハリセンでこいつをね、頭を殴るこの距離ですよ、シーンがあったんだけど、空振りしたんですよ。何やってんだろうと思いました、本当に、ね、ハリセン空振りすると本当につまんないんですよ。どうしようもどうしようも救いようがないんですから。名古屋市の科学館で開かれました自動演奏楽器などの展覧会で手作りオルゴールが人気を集めています。このオルゴールは自分でロールペーパーに穴を開けて作曲ができ、手回しで演奏するのだそうです。はい、これはあの実物があるそうです。これあるんです。はい、はい、ゆきさんどうぞ。はい、これじゃあちょっとあのこれ、ね、さんと渡辺さんも夢がありますね、これは、はい、スモールワールドやって。スモールワールド、ね、田中君の世界ですから、ね、いや何言ってんの。いったらスモールワールド。田中裕二33。変な歌詞つけんなよ。私もちょっとね、この場でこれ誰でも作曲できますからね。これはね、この、うん、カードに、うん、穴を開けて楽譜を作れば、うん、結局できるわけですよ。オリジナルのオリジナルのオルゴールが、オルゴールがこれ素敵ですね。いいでしょ、ちょっと作曲 したいとか。これ流行るかもわかんないですね。すいませんね、これいいですね。はい、音も綺麗だもん。綺麗なの、うん、これだから作って彼女に送ったりしたらね、いいですよね。そうですよ、いいですよ。さあ、じゃあ大野さんがじゃあ、早速開けましたんでそれを聞きましょう。このように、わかりますか、ね、太田光ってやったの。そうです、そうです。これ私の名前を。名前じゃねえかよ、これで。え、これで音出ちゃうの。これが曲になるっていうから驚くじゃないですか。いや、曲になるんだよ、本当に。どういう曲になるんだ。楽しみだな、これ。私も楽しみです、私のテーマソングということです。これでも最初の始まりいけてたね、最初なんかなんかそれなりに聞こえましたよね、曲に。いい感じですね、音がね、思った以上に。
私もっと無茶苦茶なものになる。そう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 。今度こんなのも。え、あ、まだあるんですか。ええ、あら、ね、あ、いいね、笑点。メルヴィンチックな笑点ですね。ベテとか言いたくなりますよね。うん、歌丸さんとかがスローモーションでこう。やだ、なんか。視聴者の皆さん。あなたの身近な面白いニュースを大募集。どんなことでもエニシング OK。 スクープは目の前に落ちている。情報提供者の中から毎週10名に番組特製テレカをプレゼント。カムカムエブリスイング。冷やし中華を始める時期が遅い早いで、日本の経済というのは2波そこら辺の中華料理屋さんでそろそろ冷やし中華始めました。冷やし中華、冷やし中華始めましたという張り紙を目にするシーズンとなってきました。おいしい。ところが日本は、経済大不況と言われてます。冷やし中華型経済という言葉があるのをご存知でしょうか。知らねえよこれはですね、バブル経済でホットな株も値段も全て高騰してですね、ホットな市場がバブルが崩壊後冷え切った後、玄人筋のいわゆる、なんていうんですか、そういう買い手の人がですね、冷えた旨味を知った冷えた値段の株を買うことによって経済が再び潤ってくるというのを、実はホットであるはずのラーメンが冷やして美味しく食べるという冷やし中華になぞらえて、私が作ったなんだお前らしたもっともらしいじゃねえかよ。まあ、ただその冷やし中華を始める時期が遅い早いで、日本の経済というのはその後急展開する、回復するか、そのまま行ってしまうかというのを占えるという話は聞いたことがあります。それは聞いたことない。それは要はその兜町なんかでの近くでの中華料理屋さんで冷やし中華の注文が早いうちから出てくると、どん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 能動的に変わろうとしているんだという意味で、経済が復興する可能性があると。それが例年より遅かったりすると、まだまだ後のことを引きずってそのまま落ちていってしまう可能性があるといったような意味合いだという、まあこれも全て嘘です。めちゃくちゃなんか説得力あったよ今。コラムでした。